さあ北ホール小林ファクトリーにまたすごい旧車発見ということで、オーナーの坂本さん、はい、さあこの箱スカ、はい、もう何がすごいって 見ればどう見てもなんか全てカーボン使った状態で、はい、ワンオフでドライで作りました。ドライで、はい、もうレストアするんならもう全部カーボンにしまいみたいな、まあ、とことんみたいな、はい、いうところで、これエンジン自身はこれは 3.2 リッターです。 3.2 リッター、はい、いやー、そしてなんかヘッドまでなんかラメの塗装したんですけど、あ、ラメでいっちゃおうかなと、はい、ボディ全部これレストアン状態から、はい、エアロ類はカーボンで作って、はい、中なんかのロールケージも全て入り込んだ状態で、はい、完全にこのままサーキット走行 OK じゃないですか。そうですね、はいはい、でもこれ小林ファクトリーにあるんでオーディオはわちょっと間に合わなかった間に合わなかったということで小林ファクトリーにあるんですが、このカーボン仕様のアコスカだけ見に来てください。ありがとうございます、はい。